なんでだろうな。ファイアフライにエリーを届けるだけのはずが。国半分を一緒に横断したんだ。エリーは自分の免疫に意味を求めてた。俺も治療薬の話に乗せられたのか、あの子のためと思ったのか、いずれにせよ俺たちはファイアフライを見つけた。ワクチンはエリーの免疫で作れるって話だった。あの子の命と引き換えにな。ってことだ。何をしている。諦めろ。我らの未来のための犠牲だ。なんてこった。でどうしたんだ。救ったよ。そりゃ大事だ。エリーにはなんて。あいつらの検査を受けたが免疫は役に立たないと言った。あの子は信じたのか。わかったって。戻らなきゃな。
俺がやっとくよ。先に行け。いいのか。ああ、そうか。さっき話したことだけどな、きっと俺も同じことをした。誰にも話すつもりはない。また後でな。入るぞ。ハリー、ちょっとびっくりさせないでよ。ノックしたんだけどな。元気？うん。何しに来たの？顔を見に。みんなお前のこと気に入ってるし、それにすごく助かってるって言ってたぞ。そっか。うん。この前トミーと遠出したんだが、あいつがジョークを言うからお前を思い出した。確か何だったっけな、時計のジョークで、ほら。ジョエル、あのさ、もう遅いし、それに明日早いから。ああ、だよな、邪魔して悪かった。ただその見せたいものがあって、すぐに持ってくる。何それ？こいつはギターっていう楽器だ。知ってる。弾こうか。いいよ。よし。絶対に笑うなよ。笑わない、絶対。約束だぞ。Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore.
sadly. And I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. どうだ？まあ悪くないね。それで我慢しとくか。やるよ。え、ちょっと待った、触ったことも教えてやるって約束したろ。明日の夜からでどうだ？決まり。よし、決まりだ。ねえ、ジョーク思い出した？時計を食べたら遅刻した、なぜだ？時間を食ったから。何それ、ダッサだな。おやすみ。ジョシー、おはよう。ごめん、寝過ごしちゃった。すぐ着替えてくる。昨夜は盛り上がったって？あ、キスのこと？ディーナのことだから何の意味もないって。俺が言ってんのはセスとの喧嘩のことだよ。ディーナとキス？ああ、てっきり別れたばっかの俺の元カノと。だからやきもち焼かせたかったんでしょ。私は別に。何これ、きます。冗談だって。気にしてない、着替えてこい。あんた最低。待った、キスする方が最低。ほら支度しろ、遅刻だぞ。臭くない。ねえ、ジョエルは？北で感染者が目撃されて、マリアに言われてトミスを警察して。ついてないね。ああ、ほとんど寝てないだろうな。少なくともお前よりは。うるさい。起きるとこだったし。ほんと。忘れ物は？ないよ。
朝からお前の噂で持ちきりだ。はあ、なんで？お前がディーナにキスしたから。向こうがしたの？それ見たセスがお前にひどいこと言って。そうで、ジョエルが殴って小突いただけ。それでなんでお前がジョエルにキレるんだ？ゆうべはどうかしてたの？なるほどね。どうもジェシー。よ、どうも。ねえ、私たち平気だよね？俺たちか。心配すんな、ディーナに未練はない。そっか、ただ誤解してほしくなくて。エリ、平気だ、気にすんな。ありがとう。じいちゃん、ほら気持ちいい。ジェシー。ああ、どうも。朝飯食ってくか？いらない。マリアは？奥だ。どれよ。エリー、待ってたのよ。セスがあなたと話したいって。私は頑固親父と話す気ない。聞いてあげて、お願い。セス、セス来て。最低。よう。その昨夜はちょっとばかり飲みすぎちゃって。だろうね。これでも謝ろうとしてんだ。ディーナと巡回に出るって聞いてな。それってサンドイッチ作ったんだ。あ、そう。ステーキ入り。ありがとう、セス。ああ、まあ、その気をつけろよ。どうも。感謝するわ。うん、それなんだよ。おっさんのサンドイッチ。うん、いい匂い。あげる。マジで？マジで。外まで送る。いただき。向こうでトミーとジョエルと交代して。二人ともしばらく戻ってないし。合流場所は？北西の監視所よ。午後には到着するはず。気をつけてね。近頃感染者の目撃情報が多いし。分かってる。じゃあ登山道の巡回は他のやつに任せるよ。エリ、行ったことある？あんまり。ディーナは慣れてる。二人に行ってもらうよ。エリ、ちょっと話せる？何？ジョエルとうまくいってないみたいだけど。マリア、ジョエルは心配してるの。決してあの人はあなたを。平気だって。本当に？うん。そう。ならいいんだけど。気をつけて。どうも。おい、ディナ、当番だぞ。ちょっと待って。お前の彼女厩舎に連れてこいよ。やめてよ。
ちょっと話せる？ごめん、みんな、もう行かなきゃ。いつ戻るの？どうも。どうも。あのさ、昨夜はあんな風に消えたりしてごめん。ああ、別にいいの。気持ちはわかる。私も後悔してるんだ。なんで？そもそも私が誘ったわけだし、それに何もあんな大勢の前でキスしなくったって酔ってたんだし、いいよ。だとしてもあなたに変な深読みとかしてないから平気。ただ本当、エリーって話遮るの好きだよね。あのさ、もうそろそろ行かないと、うん、いった！ちょっと何？私関係ないでしょ？ビビってんの？弱虫！あいつマジムカつく。ボッコボコにしちゃう？うん、する。受けて立つよ。ほら、さっさと逃げない。うわ、やっべ、隠れろ。ほら、急げ。ああ、ざまみろ。どうしたの？その程度？くらいな。絶対許さない。痛かった？当たり、次でも食べてな。いっとめ、初め、初め、さあ、決定した。なあ、ざまあみろ。これでも食らえ。今のすごい。覚えときな。自得ってやつ？うん、行こう。それでジェシーが登山道に行けってさ、あいつはジョエルたちと交代。え、一緒にしてくれたんだね。いいルートだよ。おはようさん。おはよう。連れてくるよ。ありがとう。よし、いい子だ。お、来たな。どうも。おいで。キラリ、元気？ああ、やっとお出ましか。はいはい。プレゼント、お前にも。ゲートを開けろ。みんなよく聞け。いいか、いつも通りだ。担当区域の西に記帳して感染者がいたら倒す。厄介な状況に出くわしたら帰還しろ。慎重第一だ。よし、出発だ。Thank you.
よ、何の夢見てた？寝言言ってた。いつもの歯ぎしりしてたから。外行ってたの？準備しろ、見せたいものが。何？いいから。来いよ、こっちだ。寒い。日が昇ってからにした方がいいんじゃないの？その方が暖かいし。ダメだ、待てない。何なのか教えてよ。どうしても見せたくって。そもそもなんで一人っきりで外にいたわけ？眠れなくてさ。あんたも？南に行けば行くほど平和って感じだよな。ねえ、このままメキシコまで行っちゃわない？考えたことはある。マニーの地元でしょ？ああ、でもあいつ絶対あることないこと言ってそう。そうだろうね。暗い中ここまで来たの？ああ、ほら来いよ。こんなことしてたら今日の移動でバテちゃうよ。すぐ着くからさ。メルは平気なの？ここ最近元気なさそうだけど。平気だよ。どうしたの？なんか変だよ。俺はいつもと同じ。おい、気をつけろよ。メルと別れるとか？あ、まさか。ありえない。うわ、のろけは勘弁。やめて。ダッシュしなきゃ無理。ほっぶの。はいはい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。大丈夫。高すぎ。ほら、やば。おい、こっち見ろ。アビ、下見るなって。オーウェン、戻る時もここ通るの？恐怖を克服するチャンスって思えばいいだろ。あんたのこと蹴り上げてやりたい気分。お前、凶暴すぎ。ここ？到着。待ってよ。
あれって町？ああ。誰かに話した？まずお前に見せたくて。武装した見張りが町から移動してた。あそこに他にも拠点があるし、電気も通ってる、銃もあるし、人も多い。どうにかする。そうか。奴がいるとしてどうする気だ？例えば巡回してる奴から場所を聞き出して、あいつをおびき出してみるとか。ああ、そうか。当然あっさり教えてくれるだろうな。任せればいい。冗談だよな。じゃあどうすんの？ねえ、なんか変だよ。メルに子供が。ああ、そっか。それだけじゃないんだ。じゃあお祝いだね。これを見たらみんな帰りたがるぞ。説得できるよ。でしょ？信じた私がバカだった。アビー、俺だってやりたいよ。でも死人は出せないな。やめて。ロッジで待ってる。一人でもやる。地上はそんなに遠くもないし、うわ、メルが妊娠？生きてる？かなりたくさんいる。邪魔。
しなきゃ。出られんの？どこ？オーケー。近くにあるはず。
こっち。ついてくよ。より戻さないの？ジェシーと？まさか。ない付き合いでしょ？ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの？そうね。でも自分だってキャットの話したことないでしょ。だって話すことなんかないし。ひど。彼女のことあんまり好きじゃなさそうだったし。単に興味なかっただけ。あ、そう。彼女アートの才能はあるんじゃない？そのタトゥーも結構気に入ってるよ。でもお似合いじゃなかった。なるほど。何？別に。ヒラリに繋いで。ねえ、いいもの見せてあげよっか。自分の顔って言いたいの？私の美貌にかなうものはないでしょ。はいはい、ほら行くよ。悪くないね。このルードの特権。署名しないの？来て。バカ。誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ、友人とね。面白いやつだったよね。そうそう。あの人に配線の直し方とか教わったんだ。私もあんな73歳になりたいな。73まで生きられるならね。
署名して。ここ何なの？ああ、電波塔だったみたい。これでよしっと。来て。この先の町が終点。ほら。あれが町かな。大きい塔があるとこ？そこが次の監視所。馬のところに戻ろう。もしかして昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから気にしてないよ。ただのパトロールだし、おしゃれする必要ないでしょ。決まってるよ。どうも。お待たせ。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う。ほら、老衰で。長生きするの。エリーが？ありえない。無鉄砲すぎて無理。それ自分のこと？は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いて凍傷にかかって死ぬね。今日はブーツ履いてるし。リーノはどうせ。ああ、私が言う。違わないけど。家調べた方がいいかな。平気そうだけど、使えるものありそうだし調べてみる。ここってどんなとこなの？よくある無人の町ってとこ。感染者はここまで来ないんだよね。外周で見つけて倒しちゃうし。今夜の予定は？ああ、今夜はジョエルと一緒に映画でも見ようかなって。仲直りしたんだ。ああ、カーティス&バイパーズ。私も前から気になってたんだよね。ええ、そっか。80年代のくったらないアクション映画、ジョエルがハマってて。私も結構好きだよ。ディーナは夜何するの？何人かこっそり抜け出してそり滑り楽しそうだね。うん、その後会わない？ああ、そうだね。じゃあ、ギター弾いてあげる。オッケー。それってどんな話の映画なの？二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。確か2では、ロシアのスパイと戦うんだっけな。思ったよりその映画興味あるかも。それで若い方がバイパーで忍者なんだよね。めっちゃくちゃ強いんだ。一作目ではその人何歳だったの？10歳。またそのシリーズ何本出てるの？4本だったかな。うわ、ジョエルは映画館で最後の見たって。やばすぎ。すご。
まだ映画作ってる人ってこの世にいるかな。絶対いる。どうしてそう思うの。うちらと同じ状況かもよ。生きるのに必死でさ。でも私も曲書くでしょ。カメラさえあれば。ちょっと待った、エリーのオリジナルソングあるの。なんで聞かせてくれないわけ。ねえねえ、一曲弾いてよ今夜。考えとく。最悪、気温が下がったみたいだね。戦車にやられたんだ。ヘラジカって何匹いたら殺せる。一匹じゃ無理。どこに隠れてんだ。見つけてやろう。中にいるね。どうやって入ったんだろう。それより入り口探さない。ねえ、足跡だらけだよ。どうしようか。手分けして倒す。一匹ずつ。ディナ、こっち。最高。裏からスーパーに入れるか確かめよう。そうしよう。冗談でしょ。
ラキ、うん、今のかっこよかった。ありがとう。バリケードで塞がれてるのにどっから入ってきたんだろう。なあ、さっぱりわかんない。今まで倒した感染者の最高記録は？最高記録は1年くらい前で、ジョエルと一緒にいた時、確か12匹。自分は最高20匹。さっき群れがいたよね。マジ？今日その記録破れるかもよ。ディナ、こっち。またいた。音を立てないで。それじゃやる。みたいだね。スーパーにいるのも倒さないと。建物の周り見てみよう。入り口あるはず。エリ、手伝って。上見てくる。登って。ねえ、屋上に穴開いてるよ。ほら。ありがとう。ほら、ね。本当だ。入る方法を探そう。ディナ、こっち。感染じゃなくて寿命で死んだよ。その顔打つ羽目にはなりたくないし。わかった。よろしく。
なんかあった？あったよ。やったね。こっち。なんか調べてみる？ねえ、アルコール発見。布も見つけた。ほら、これで手当てして。胞子が飛んでるね。マスクつけて。オッケー。分かってる。その顔を打つ雨になるのは嫌だからね。うわ、優しい。胞子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。ここまでならさあね。スーパーの上じゃない。ねえ、一階に降りよっか。
ほんと気色悪い。他の場所にもいないか確かめてこう。そしたらとっとと脱出だよ。それ私のセリフ。エリー、ドア見つけた。手伝って。腰落として。プレゼント欲しい？ちょうだい。エリー、あげる。ありがとう。気をつけてよ。はいはい。まだいるね。
動いてるやついる？ゼロ。私たち何気にすごいかも。だね。数聞いたらみんな驚くよ。よし、次の監視所行ったらいい加減休もう。頑張ったし。賛成。それじゃあこうしよう。私を屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。ケーブル。オッケー。よし、これ使えそう。やったね。よし、できそう。行くよ。登るとき気をつけてね。風強いから。
までどのくらい？次の町のすぐ先。ナードついてくる。来たことあるの？通りがかったの。入るのは初めて。それじゃ安全か確認しよう。誰かが封鎖したんだ。奥に何かある。多分ベッド。誰か住んでたの？他の入り口探そう。長い間人は来てなさそうだね。ちょっと奥見てくるね。さすがやるね。ここ何なの？電子機器だらけ。これユージーンのだよね。本当に？絶対他に触る人いないもん。隠してたんだろう。絶対友人の隠れ家。ファイアフライだったの？トミーの同僚。
知らなかった。うん、かなりヤバいこともしたってさ。例えばデンバーの隔離地域で検問所爆破したって。兵士が3人死んだ。2人の市民もね。ひどすぎ。それだけじゃなくて、トミーと一緒に政府のお偉いさんを時間かけて拷問したって。トミーがそんなことするとは思えないな。トミーならありえる。どういう意味？ジョエルと生き抜くためにいろんなことしてきたし。うわ、びっくり。トミーとユージーンだ。二人とも若い。電気にヒーター、きっとどこかにジェネレーターがあるはず。ジェネレーター見っけ。これでよし。すっごい、友人ってばいい作業台持ってる。これで銃を改造できるんじゃない？床見て、下にもまだ何かある。降りられそう？ダメ。下に何隠したんだろう。絶対アダルト系だから秘密にしてたんでしょ。それなら別にいいんだけど、いつも寂しそうだったし。ちゃってるみたいだけど。なるほど、そういうことだったんだ。
マリアがここ見つけたらブチ切れるだろうな。どうやって集めたんだろう。時間かかっただろうに、一言言ってくれれば手伝ったのにな。リーナ、ガスマスクでできたパイプ。さすが友人。やったね。まだ吸えるかな。消費期限あるっけ。うん、試してみる。私やろっか。平気。まあもう貸して。どうぞ、開けられるもんならね。何これ、買ったでしょ。もういい。ちょっとディーナ、何なの今の。ちゃんと開いたでしょ。匂いは平気。どうせしばらく出られないんでしょ。出られないね。ねえ、質問してもいい？どうせするんでしょ。10段階評価で1がね、ありえないくらいダメなレベル、10は人生が変わるくらいなら、夕べのキスにエリーだったら何点つける？またその話蒸し返すの？後悔してるんでしょ。私が？どういうつもり？キスの評価を知りたいだけ。わかんない。私は6点。6点？ひど。平均より上でしょ。あっそう。周りに人たくさんいたし。そうだけど6ね。何？不満？だったらいくつだと思ってるの？言いたくない。ほんと可愛げない。こっちのセリフ。外は吹雪なのに出てっちゃってもいいの？ティーナの好きにすれば。
感染者。生き残らなきゃな。窓に注意を。
死ぬぞ。ジャクソンまで馬が持たないだろ。私の友達がすぐ北の屋敷にいるの。フェンスに囲まれてるから安全。ボルドウィンの屋敷か。あそこだ。それじゃあドアを開けるぞ。よし、俺と一緒に乗れ。行くぞ。じゃあこの傷は？12歳の時スケボーを拾ったんだ。もしかして？それでね、乗ったはいいんだけどビューンってボードが飛んでっちゃってそれでこんな傷できる？ナイフの上に転んだの それじゃあ私は薬品のやけど、うん、自分でやった。なんで？傷を隠すため。ここ14歳の頃感染者に噛まれてさ、その時分かったんだ、免疫があるってこと。それで歯型とかそのまま残っちゃったからさ。言った。嘘つき。ちょっとね、何？私は正直に話したのに。私だって正直に話したよ。噛んでほしいの？ちょっと聞こえた？ジェシー、ねえそこで待ってて。いいからそこで待ってて。ってば。ちょっとこっち見ないでよ。何してんの？ふざけんなよ。パトロール中だろ。だって外吹雪いてるから。葉っぱか？何しに来たの？任務には責任を持てよ。これは遊びじゃないんだぞ。あんたこそここで何してんの？ジョエルたちが来なかったからだよ。何それ。1時間待って。馬を探してたら明かりが見えた。町に戻ったんじゃない？交代もなしに。まさかここ以外もちゃんと探したの？いやまだ。手分けしよう。3方面から進めば数時間でカバーできるでしょう。単独行動はまずい。危険すぎる。だから探しに行かなきゃ。分かった。
俺は西、ディーナは南、エリーは東、身長第一だぞ。サドル外しておこうか。ああ、いや、そのまま。吹雪が止んだらすぐ出ていく。ブラシとかタオルとかを借りられるか。命拾いしたな。それだけじゃない。どうやって電気引いたんだ。お前どこにいたんだよ。屋根のソーラーパネルだよ。あいつら誰だ。いつからここに。昨日から。昨日。ああ。ここで何してるの。通りかかっただけ。この辺りに住んだぞ。こっから数時間のとこだ。出発する前に町で補給していくといい。ありがとう。私はメル。トミーだ。それと兄貴ジョエルだ。なんだ、俺たちを知ってるのか。ああ、知ってるね。やめろ。ほら、こいつは気絶した。窓際に運びな。トミー、離せ。やめろ。こっちジョエル、ミラ。お前は誰だ。誰でしょう。言いたいことがあるならさっさと言って終わらせたらどうだ。止血して。早く。動いたら殺す。どいて。あんた、あたしが。ゆっくり苦しめてやるよ。ちょっと何あれ。
どうやって降りてこ。いい子にしてて。無事なはず。着いた。ジョエル、トミー。何なのあの音。なんだよこれ。やめろ。その子は忍び込まれた。外見張ってなかったのか。人が来るなんて思わなかったし。少しは頭使えよ。町の連中が来る前にさっさと引き上げるぞ。もうやめろ。あんたも望んでたでしょ。終わらせろ。いいな。ジョエル、だって立ってよ。何やってんの。もうやめて。殺さないで。ジョエルね、立ってってば。やめろ。地獄に落ちる。全員ぶっ殺してやる。
トミー。座ってもいいか。うん。マリアがこれ食べろって。絶対に諦めないよ。俺たちの計画のためにみんなを借り出したらジャクソンが無防備になるだろう。だからってあいつらは野放し。それはありえない。でも実際そうなってる。また襲われたらどうする。マリアに説得しろって言われたの。一理あるだろう。立場が逆ならジョエルはとっくにシアトルに向かってるね。それはない。ジョエルなら絶対にそうしてる。シアトルの奴らがどうかも分かっちゃいないんだ。ワシントン解放戦線気象にそう書いてあったんでしょ。盗んだジャケットだったら。そんなの。拠点を移動してたら。何言ってんの。もういい。明日出発する。一緒に来たいなら来れば。自分が何言ってるか分かってんのか。向こうの人数だってどれだけ武器を。そんなの関係ない。説得しても無駄。一日くれマリアと話す。いいな。何人か借りられるはずだ。反対されたら。そしたらまた考えよう。一日だ。頼む。わかった。いい子だ。行く前にジョエルの家に寄っていい？持ってきたいものがあるんだ。分かった。馬は使えないかも。トミーが乗ってったからマリアが厩舎に鍵かけちゃったの。
トミーのバカ。他の方法を考えよう。車か馬か何か。オッケー。シアトルまで結構大変かも。そうなるかもね。考え直したっていいんだよ。うん。無理してほしくないだけ。エリー、一人では行かせない。分かった。バックパック取りに行く。東門に隠しておいた。そこから抜け出すんでしょ。何がいるの？取ってくるよ。自分で行く。そう。平気だよ。行こう。ここで待ってるね。ありがとう。どうかした？うん、ちょっと降りてきて。
マリア、俺はシアトルに行く。割り切ることなんてできない。俺が奴らに裁きを下す。エリーが俺を追おうとするだろうが止めてくれ。銃と馬をあいつから取り上げて部屋に閉じ込めろ。肩がつくまで時間を稼いでくれ。愛しているよ、トミー。こんなことして死ぬだけよ。私を置いてったせいでね。最初から何人かで追いかけてりゃいいの。無理なものは無理なの。私を閉じ込める気？行かないでほしいけど。無理な相談だね。行かないでほしいけれど。どうせ行くんでしょ。あなたもなの？ええ。こっそり抜け出すつもりだった？うん。そう。歩いて？そう。あなたの馬を出しておくように言っておいたわ。武器も持って行って。ありがとう、マリア。お願い、頼むから、バカな夫を無事に連れ帰ってちょうだい。分かった。さあほら行きなさい、暗くなる前に。男がジョエルの上に乗って頭を押さえて、しかもジョエルは銃も使えなくて。うわ、怖かった。あの時はとにかく無我夢中で、駆け寄って銃手に取って頭打ってた。何歳の時？14。初めて人殺したのは何歳？感染者込みで抜き。キノコ頭じゃない、意識がある人。10歳。マジ？なんで？ママに襲いかかったから刺したの。うわ、私より上。私最強でしょ。ねえ、もしかして迷子？あ、迷子じゃないよ。だよね。ちょっとは信じてよ。